その後ね、本当に鍋パー、ガチで鍋パーしました。小よりさ、この前さ、鍋でも作ろうかなって思ったんだけど、でもスイちゃんが野菜嫌いだし、鍋微妙かなみたいな話をしてたんよ。そう。で、でもなんかね、鍋は普通に食べるっぽい。そう。あとなんかね、なんか全部の野菜がダメなんじゃなくて、食べれるものもあるっぽくって、がっつりね、鍋用意一緒にしてくれ、一緒にというか、もう小よりほぼほぼ見てた。あまりに手際が早くて、スイちゃんとね、メルちゃんがね、すごいね、手際ブワーって早くて、そう。で、小よりは、なんだろう、食器とかを準備するみたいな。で、キッチンもそんなに広くないからさ、ね、4人も立つとちょっと狭いんで、もうフレア先輩は、優勝したし、みたいな感じ。そう、なんかフレア先輩もね、スイちゃんがあまりに手際早すぎて、なんか、やれることがないよ、みたいになってて、もういい、いい、いいんだよ、もう、優勝者は座ってて、みたいな、言われて、どうしよう、じゃあ座るか、みたいな。まあ、鍋ってね、バーって切って、バーってぶち込んで、こう、煮るだけなんで、そう、なんだけど、そのね、切るのがすごい早かった。さーってネギやって、バーってネギ入れて、ぶち込んで、みたいな。でもほんとぶち込み鍋、ね、写真も撮らないし、別にいいよね、つってね、ぶち込みまくって、ぐつぐつ煮て鍋にしましたね。そう。でもすごいすごい切るの早くてすごい小よりね、猫の手できねえから、まず包丁さえも微妙なんですよっていう話をしたら、でもスイちゃんも猫の手してないよみたいな。ガッガッガッみたいな感じで、あ、猫の手してなくてもそんなに早く切れるもんなんや、みたいな。スイちゃんめっちゃ、刃物は使い慣れてる。それ風評被害じゃね？めちゃくちゃ風評被害だと思うんだが。どえ。バカ！変態！うるさい！もう知らない。もう知らない。バカ変態ド M だね。ユーは変態。バカ変態。うるさい。もう知らない。もう知らない。もう知らない。ピアン。